展開、島中に適当に株を置いたところからね。どうもこんばんちょ、ほのげです。8人目の住民が来たのでご挨拶に来たぜ。どうもこんばんは、ほのげです。俺はシュバルツってんだ。シュバルツ？ツ？次がオーディバー、次がオーディバー、次がオーディバー。なんか全身真っ黒で、服も部屋も黒いわね。シュバルツはドイツ語で黒って意味だからな。ちょっと待て、普通に再開してるけどなんだ今の？あ、私の投稿した TikTok で80万回くらい再生されてる歌が偶然入ってきちゃった。ごめん、しっけしっけ。偶然にしては再生数見せたすぎるだろ。シュバルツは E プラスで初登場してるキャラで、それ以降も全作品で登場している常連キャラだな。E プラスから飛び盛りまでは、チェッカーの服を着てたんだが、あつ森では黒のライダースジャケットになってるな。ふーん、なんかうるせえな。頑張って解説してるのに。ちなみに住民へのプレゼントなんだけど、私はメイさん以外のフルーツを渡してるわ。なんで？楽にお返しがもらえるからよ。プレゼントにまで効率を求める始末。ちなみに9人目はララミーでした。終わり。ちょっと、私の解説短すぎないかしら？大丈夫ちゃんと解説するぜ。ララミーはリスの住民だぜ。以上。というわけで前回株を置いたけ。待ってください。適当すぎますシュバルツさんみたいにお願いします。すまんすまんて、ララミーは初代64番からあつ森までの全ての家庭用作品に登場している超常連キャラクターだぜ。強いて言えばスマホ版のポケットキャンプでは唯一登場していないな。ちなみになぜかララミーの英語名はサリーで、もともといたサリーという住民と被るというとんでもない分かりづらいことになってるわ。やんなっちゃうわよね。というわけで前回株を置いた結果を、しずえさんに島の評価を聞いて確認するぜ。確か評価が星3になれば、島クリ、じゃなかったとたけけ来るんだよね。そうだぜ。株を並べたりして評価を上げると島クリ、じゃなくてとたけけが演奏しに来てくれるぜ。機会があれば行ってみたいよ。機会があれば行くんだけどな。ちら、機会があればな。ちらちら。なんだこのかまってちゃんは。ということで、とたけけじゃなくて島クリを呼ぶことになって、たぬきちが島けけに連絡して、とたくりじゃなくてとたけけのライブが開催されます。島クリやりたすぎて草なんだ。ちなみにライブは長いんでカットです。え？そんなこと言わずに聞いていってくれよ。じゃあ代わりに私の歌を少しだけ。お、み、お、み、うえ、うえ、おー。なー。TikTok の時みたいに真面目に調教しなさいよ。まあケケクリさんの曲だしこんなもんでいいっしょ。君たち怒るよ。というわけで、ついにこの瞬間が来ました。動画時間にして数十分、パート4にして早くも島クリゲットだぜ。一応解説しとくと、島クリってのは島クリエイターの略で、島の土を積んで高くしたり逆に削ったり、川を埋め立てたり逆に掘ったりできるという、夢のようなアプリだぜ。島の景観作りはこれをもらってから本番みたいなところがあるから、ガンガン進めてたのよね。一応このシリーズでは昔の動物の森の再現をしていこうかなと思っているので、島クリは早々に手に入れておきたかったからな。それと余談だけど、島クリのついでに音楽もらったよ。オーケーそれじゃ聞いてくれ、みんな。ポケットにぐしゃー。っていうかストーリー上は、とたけけがメインで島クリがおまけなんだけどな。河川工事ライセンスと、崖工事ライセンスを取得するよ。これ結構マイル使うんだよな。島クリをする前に、この辺の木や花をどかして軽く整地しようと思うわ。カットってのも味気ないので倍速でお届けするぜ。ねえ、僕の歌はカットしたよね。なんで？ねえ。まあ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 、とたけけさんの曲流してても我々喋ることないんでね。ちなみに木は全部占いで何個か取っておきます。後で必要になるかもだし、前回はゴミ捨て場を再現したんだけど、今回はゲームキューブ版で登場した線路と駅ら辺を再現してみたいなと思ってるわ。これも例によって N 番線時、かっこ N は2以上の整数なんだが、ほのげがやりたいのでやるらしいぜ。今回もお借りしたマイデザインを使うわ。線路はこの画像の下のやつ。そんで、駅前の石畳は、この方のお借りたわ。ちなみに線路はこんな感じに4枚のマイデザを組み合わせた繰り返しになっているわ。よくできているなぁ。あれ？線路が敷いてある。線路敷くとき、録画ボタンを押してなかった。ミスは誰にでもあるよね。しょうがない。じゃあ全部剥がしてもっかい取り直そう。こら逃げるな。ちなみに今回、線路の柵としてこの素朴な木製の柵を採用しているんですが、左側が通常の柵で、右側が少し赤っぽい。かな。今回は少し色が濃い右の柵でいこうと思います。理由は線路の前デザインが、原作と比べると少し明るく見えるのでそれに合わせるのと、あとは単純に、なんかその方が良さげじゃねってことです。センスないのにフィーリングで決めるのは怖いぜ。まあまあ、でも置いてみて違ければ変えればいいだけだし、なんかどんどん倍速のスピード上がってってない？島クリは時間かかる割に絵が地味だから話すことないんだよね。一応線路と柵を設置したから、駅っぽいものを作るために崖工事をしているわ。今映ってる前ら辺を、駅のスペースにしたいわね。ゲームキューブ版の駅のレンガと見た目違うけど、今回はこの島クリで使えるレンガの道で駅を作っていこうと思うぜ。階段をレンガにする予定だから、それに合うような床にしたいのよね。ちなみに旧作
の再現は海外の方が、YouTube などでやられていたので、それをパク、参考にしているわ。パク？まあこういうゲームだし思想が一緒だと、ある程度似ちゃうのは仕方ないでしょ。仕方ないの。いや何も言ってないって。駅の周りにレンガの柵を立てていくわ。駅がレンガで作られてるから、横もレンガっぽく一応ね、と。ここいらで階段を設置してみようかな。この島、地味に階段とか橋を追加で作ってないんだよな。橋を作るには金が必要なんだよい。結構高いけど、こんな金どうしたんだ？え？まあいいじゃないそこは。え？なんだよ教えろよ。あれ？このゲが二人？まあ、実はスイッチとソフトを二つ持ってるので、株とか輸入して稼いでました。ずる。ずるくないもん。友達いなくても追加で4万円払えば通信できるよ。かわいそう。かわいそうじゃないもん。友情と努力のおかげでレンガの階段はできたんだけど、どうにもこの、駅の入り口の門の部分が再現できそうにないのよね。先駆者の方の動画だと、屋台を横に並べたりとかしてたけど、なんかしっくりこないよな。まあいいや、思い切って門は用意しないっていう感じで行こうかな。ふむふむ。駅のホームの柵は、鉄の柵を白くリメイクしたものにするわ。一応、本家だと白い駅の種類もあるからね。あと、一応この広場のアーチも買ってみたけど、いまいち似合わないのでやめます。島栗の休憩がてら博物館に行ったら風太が考え込んでるんだが、いつも寝てばっかなのに考えるとかできたんだね。嫌な上司みたいな言い方するな。どうやら博物館にカフェを作りたいらしいぜ。キャフェか、いいね。キャフェがあれば島栗で疲れた体を癒せるよね。欲しかったんだよキャフェ。お前カフェの発音独特すぎんか。まあわざわざ編集で発音をキャフェにしてるからね。ゆっくり実況作ってる人にしかわからないネタやめろ。風太にもらったマスターの写真を手がかりにマスターを探しに行くぜ。一応確認したけどやっぱりあのマスターだったわ。自家製マヨネーズ。マヨネーズを取りに行きます。違うだろ。というわけでカッペイのツアーで島に着いたんだが、マスターいたわよ。なんか帽子かぶってんだけど、マスターのお出かけ姿初めて見たぜ。なんだい、鳩が豆鉄砲食らったような顔してって言ってきそう。過去作で言ってたしな。というわけでプロレタリア島にカフェができたぞ。いろいろすっ飛ばしたけど、まあそうなるよな。ちなみに喫茶店鳩の巣の歴史についても解説してるから動画見て。全然オツ。というわけで島栗で疲れた体を癒す。のまのまえー、にしてもあつ森のカフェ本当に雰囲気いいよな。リアルであったら通いたいわね。ところ変わってパニエルの島に来たわ。ここではいろんなお店を呼ぶことができるんだが、今回は駅の島栗に必須なあの方を呼ぶわ。飛び森から登場しているリサト改造だな。 R パーカーズではリメイク株を作ってくれたが、あつ森では DIY でできないマイル株などのリメイクもしてくれるという便利屋さんだぜ。駅に公園の時計を設置したいんだが、色が気に入らなかったのでシルバーに変更するわ。一丁上がり、駅の前の広場に石畳を張っていくぜ。このマイデザイン本当に便利だわ。実際のゲームキューブ版よりも駅を広めに作ってあるから、石畳もそれに合わせて調整していくぜ。掲示板はキャンプ場の看板、と竹毛の椅子は木製スツールで代用ね。木製スツールは茶色にリメイクして本家に寄せる、と。結構それっぽい感じになるわね。あと、本家にはないけど駅っぽい装飾をしておくわ。駅に何もないと、本家みたいにごちゃごちゃしてない分、寂しい感じするしな。どうかな？結構様になった感じするけど、個人的には満足のいく再現かな。欲を言うと、線路に機関車を置きたいぜ。色がちょっとなぁ。どうした？あ、実は線路は島の外まで繋げられないから、自然な行き止まり感を出さなきゃいけないけど、こんな感じでリメイクした鉄骨を、線路の前デザインの縁に被せるように置いて、建設中の線路っぽくしてみたわ。まあ一生建設中なんだけどな。鉄骨が灰色な理由は、線路のレールの色と似てる感じにしたかったからね。ということで今回はこんな感じでゲームキューブ版の駅を再現していったぜ。過去作再現できそうな建物が少ないから、方針変更の可能性もあるけど、とりあえずはやれそうなところを再現していこうと思うわ。それと、質問で、このシリーズどこまでやるんですか？ってのがあったから答えると、基本的には島栗を1からやりたいというきっかけでスタートしてるから、私が島栗たくさんやって満足するか、ネタ切れするまでかな。あとは全然再生数が伸びなくなるまでかな。裏事情すぎるだろ。というわけでもっと見たい続けてという方はコメント高評価チャンネル登録お願いします。また次回の動画で、じゃあの、